2007年スーパー GT 第4戦の世界において悲願の初優勝を果たした近藤レーシングは、2008年再びアラ・セイジとジョアオ・パオロ・デ・オリベイラの優勝ペアにシートを預け、シーズンをスタートさせた。マシンはフェアレディ Z から GTR へとチェンジ。その心臓部には2007年 Z に搭載され改良が重ねられてきた V 型8気筒 DOHC32 バルブの VK45DE が引き続き埋め込まれていた。ただし日産陣営はすでに翌シーズンとなる2009年からの新しい車両規則の導入を決定し、新規則を2008年参戦のマシンへ先取りして反映させることが許されていたため、新しい GTR はその新規則に基づいて開発された特別認定車両であった。そうして開発された GTR の最大の特徴はボディの高さである。ベース車両のモノコックの高さを削ることが許されなかった2008年までの規則に代わり、新規則はルーフと A ピラーを残すという条件はあるものの、その他は全高1100ミリまで切り詰めることが可能となった。同様に全幅やホイールベースも規定に合わせて変更。これにより GTR は Z に比べ全幅が1940ミリから2000ミリへ、ホイールベースは2650ミリから2720ミリへと進化し、その姿はまさに地を這う大蛇を思わせた。またラジエーターボックスと兼用だった衝撃吸収構造は小さなコーン型へと姿を変え、オーバーハング部分には軽量化が図られるなど、徹底的に戦うマシンとしての精度に磨きをかけていた。ウッドワンアドバンクラリオン GTR は再導入された特別性能調整により苦戦を強いられる中、シーズン中盤の第4戦セパンで2度目の優勝を飾った。近藤レーシングにとって2008年はチームとしての完成度を確かに感じるシーズンとなった。